本日はですね、センバビルディングの、サルトリア・ラファニエロの東さんに、ビスポークについてのお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではサルトリア・ラファニエロの、東さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ビスポークですね、まあ、非常に、まあ、奥深いというか、まあ、こうやって見てもね、まあ、いろいろこう仮縫いであったりとか、まあ、いろんなサンプル並んで記事もね、たくさん非常に、面白い話をお伺いできるかなと思いますので、よろしくお願いします。まあ、早速なんですけども、東さんはですね、はい、まあ、こういう形で、テイラーさんを、テイラーを志すきっかけといいますか、そういったことをね、ぜひ教えていただきたいなと思って思うんですけども。はい、そうですね。まず、まあ、高校生ぐらいから、服の方に興味を持ち始めまして、それから、大学に進んで、そこでファッションデザインの勉強をしていってたんですけれども、まあ、そのデザインを勉強すればするほど、このメンズのスーツの普遍的なデザインの素晴らしさというか、まあ、そういうのに、こう、興味が惹かれるようになりまして、まあ、その中でもメンズスーツってこう、まあ、レディースのデザインってもう本当1年ごとにコロコロと変わっていくものですけども、まあ、メンズのスーツってのは本当にもう100年200年ほぼ変わらないデザインでずっと続いてるデザインですし、またそのどんな人が着ても似合う、そしてその人を引き立ててしまうっていう、このテーラードスーツってすごいデザインだなと思います。なりまして、まあその中でちょっとこのスーツを自分で作れるようになってみたいというふうに、はい、思ったのが。なるほど、はい、じゃあもうそのもともとはレディースだったんですけれども、メンズの、はい、まあ、その中でもテーラリングみたいなところが、まあ、かっこいいなっていう、はい、ことに、まあ、気づかれたり、そういうふうに思われて、はい、で、まあ、そちらの方面にということなんですけど、それに関しては、まあ、学校で、はい、勉強される以外でも多分いろいろ、はい、ご自身学ばれたと思うんですけど、はい、まあ、それ以降、はい、に関してはどうやって学ばれたんですか？そうですね、まあ、その学校卒業した後に、まあ、一旦レディース の, 企画生産の会社に入ったんですけども、まあ、その働いてる時に先見新聞でリングジャケットの記事を見まして、まあ、そこでその大阪にこういうメンズのスーツの工場が、すごい工場があるんだっていうのを知りまして、まあそれでここだと思って電話をかけて面接までこぎつけました。なるほど、はい、でまあそれで採用していただいて、そこからリングジャケットで日曜日を利用して金子塾という当時の工場長の金子さんという方が有名な方いらっしゃったんですけど、その方が日曜日の時間を使ってこう若い子たちにこう丸縫いを教えてくれるという、そういう塾がありまして、まあそれ働きながら、まあ日曜日はその塾に参加して丸縫いを覚えてということで、まあ最初は基本的な作り方、まあ、丸縫いっていうのはもうスーツ一着を丸々自身で縫えるってことですね。そうです、はい、でそこからは、そこから、リングジャケットで7年ほど働きまして、まあ、29歳の時ですかね、もうその時は結婚もしてたんですけども、このまま30歳になってこのまま の人生でいいのかな、まあ、そのリングジャケットでの仕事も非常にやりがいもあって、はい、非常に楽しかったんですけども、なんか自分がこのままそのイタリアに行かずに、うん、勝負せずに、うん、まあ、日本 の, 恵まれた環境で使ったままで人生を終えていいのだろうかっていうふうにこうせき立てられるようになりまして、はい、で、まあ、そのちょうど同じ時期にイタリアから修行で帰ってきた植木君っていう、まあ、すごく有名なんですけども、はい、まあ、彼のスーツを見る機会などがありまして、まあ、そこでもう衝撃を受けて、まあ、これはもう自分もイタリアに行かないともう人生終われないという気持ちになりまして、で、まあ、そこから、まあ、会社辞めに決意してイタリアに渡ったという形ですね、はい、イタリアはどちらに行かれたんですか？イタリアはナポリです、はい、
行くときにですね、その、まあ、初めはもう1年ないしはもう入れるだけ3年4年といるよ滞在する予定だったんですけども、まあ、そのこれよく雑誌でインタビューで答えてることなんですけど、まあ、そのイタリアに行くっていうのを決めたと同時にあの妻 の, あの妊娠が発覚しまして、あの、まあ、そこであの、まあ、断念しようかと思ったんですけれども、まあ、妻がその、まあ、本当にこれが人生最後のチャンスに、なるんだから、まあ、自分はもうお腹の赤ちゃんとあの家であの留守を守るから、まあ、3ヶ月間だけでもあの、まあ、3ヶ月っていうのはその、まあ、パスポートで行けるギリギリ の, あの、期間なんですけども、はい、まあ、あと妻の出産の予定日を考えても3ヶ月が限界だったっていう形だったんですけども、まあ、その、まあ、行ってきてくれということで、まあ、3ヶ月間だけ の, あの滞在という形になりましたので、まあ、非常にまあそのイタリアに渡ったって言っても、はい、非常に短期間の限られた時間しかまあなかったので、まあ、そのまあいろんなところであの働いてみたいなとは思ってたんですけども、まあ、その紹介してもらったあの親方のところにもう3ヶ月ずっと通って習ったという形です、うん、はい、帰国後は、どういうふうに帰国後はそうですね、まあ、そのとりあえずその3ヶ月間しか修行もできなかったので、まあ、帰ってきてもうすぐにもう私テイラーですって言ってあの服を縫えるわけでもなく、まあ、まだちょっとこう、まあ、一通り作り方が分かったかなぐらいのところでしたので、まあ、まずはこうどこかのテーラーに入ってあの働かせてもらって経験を積もうというふうに考えていたんですけれども、まあ、そのちょうどリーマンショックでもう大不況が日本に訪れていた時でしたので、もうどこも雇っていただけるところもなく、でそうこうしているうちに、まあ、子供も生まれて、あの家族を食べさせていただかないといけないっていう状況に追い込まれまして、で、まあ、そこでもうもうとりあえず服の仕事にこだわらず、もうとにかく働けるところがあればどこでもという気持ちで、まあ、いろんな仕事をこう、まあ、ちょっとしたんでに就いたんですけれども、まあ、営業の仕事をしたり工場で働いたりということですね、まあ、そういった仕事をしながら、まあ、家に仕事から家に帰ってからの時間を使ったり、またもしくは土曜日日曜日の休みの時間を使ってあの服を作るっていうことを、まあ、4年間ですね。それは何かこうあれですかね、はい、アウトワーカー的なところ。そうですね、はい、コチネラっていうお店が大阪にあるんですけども、そこからあの外注で仕事を振っていただいたり、あとはその途中からブログを書き始めたんですけども、そのブログが結構まあ反響を呼んだといいますか、そのブログを通じて個人のお客様にこう直接頼んでいただけるようになりまして、まあ、そういった形で4年間、はい、ました。副業という形で服を作ってという形が、はい、4年間。それがあって、はい、まあ、そうですね、そこからですね、まだありまして、まあ、ストラスブルクさんからお声をかけていただきまして、はい、まあ、ちょうど私もその時にも副業として服を作っていくのがこうかなり体力的にも厳しくなっていたところでして、まあ、ただでもまだその服一本で独立してやっていって、あの家族も養っていけるほどの自信みたいなのまだなかった時に、でも体力的にもどんどん苦しくなるしっていうところで、どうしたらいいかなと思ってたところに、まあ、ストラスブルゴさんからうちでやってみませんかという声をかけていただきまして、で、まあ、そこでちょっともうストラスブルゴだったらもうクラシコイタリアン日本に広めたパイオニア的スペクトショップですので、まあ、そこでも働かせていただけるのは光栄だなと思いました。で、まあ、あとはそうですね、いろんな職人さんも在籍していらっしゃったりですとか、あとイタリアのサルトとの交流も図れる、まあ、そういったところですごく得るものが多いんじゃないかなと思って、まあ、お世話になると。なるほど。で、まあ、そこのストラスブルゴで3年働かせていただいて、その後、今から3年前ですかね、独立退社させていただいて独立という感じですね、はい、
このお店、このセンバビル自体は、はい、どうやって知ったんですか？ですね、センバビルディングはSNS で知ったんですけれども、先ほどリングジャケットで働いてたということを、はい、ご紹介してたんですけども、その中でラボラトリアの博さん、あ、はい、まあ、お直しの職人されてるって知ったんですけども、その中でセンバビルディングにお店を出すことになりましたというのをこうインスタグラムで発信されてまして、それを見てそのまさにそこの中庭の風景です、はい、でそれを見てちょっとなんだこのビルと思いまして、はい、めちゃくちゃいいじゃないですかと、もうすぐにメッセージを送って、はい、おめでとうございますと、ちょっと素敵なビルですねと、ちょっと僕もいろいろ物件探してるところなんで、ちょっと今度、はい、見学に行かせてくださいということで、それがだから4年前の夏頃でしたかね、に今初めてこちらに来たんですけれども、でも入った瞬間にもう、あ、ここだと、もう入った瞬間も自分はここにお店を出すことになるっていうふうに直感が走ったというか、もうここしかないなということで、でまあそこもうそれでもいつかも絶対に出すっていうのを入った瞬間決めてました。はい、で実際ね、その、まあ、今までそのビスポークのそのテーラーに、なられるのお話をお伺いしたんですけれども、まあ、非常にねやっぱこういろいろ経験されてて、でまあそれをこうその都度こうご自身でいろいろ吸収されて、で、まあ、今に至ってるなというふうにね、お話伺ってて思ったんですけども、まあ、実際にこのビスポークの、スーツについてね、はい、ちょっとお伺いをしたいなと思うんですけども、はい、ビスポークの流れみたいなところをちょっとこう、まあ、大まかになると思うんですけども、はい、教えていただいて、はい、でまあ、そのあたりはね、まあ、興味ある方っていうのはぜひね、それをこう実践とかトライしていただきたいなと思うんですけれども、まずビスポークっていうのは基本的にフルのことなんですね。はい、1から、まあ、サイズ、はい、サイズからスタートして、まあ、生地とかデザイン選びっていうのも、当然やりながら、あとは一つポイントとしては仮縫いでしたっけ。そうですね、はい、仮で、まあ、形を作ります。でそれをフィッティングした上でまた調整をしつつ、作り上げていくというのが特徴だと思うんですけども、まず流れとしては、採寸ですね、はい、お客様の、まあ、体を測るというような流れですかね。でそれを、まあ、測りつつある程度 その生地であるとか、はい、デザインとか、はい、そういったところも一緒に決めていくような流れですかね。はい、そうですね、はい、で、まあ、それである程度まあ、サイズ感っていうのとデザインみたいなところは、固まってくると、まあ、そこから型紙、はい、そのお客様の、まあ、体に合うような型紙っていうのを、裁断されて、はい、でそこから仮縫いに入っていくということですよね。はい、で、まあ、仮縫いっていうのがマッチャネットの形で上がってきて、でその段階で、注文されたお客様に、再度フィッティングをしていただく、はい、という流れですよね。でそこってね、やっぱりもうある程度ちゃんと測った上で作られると思うんですけど、はい、結構やっぱ仮縫いで、はい、やっぱりこう体の癖とかね、はい、測るだけでは分からない、癖みたいなのがあると思うんですけど、はい、やっぱそういうものっていうのは結構出るもんですか。そうですね、やはりもうお客様千差万別の体型ですので、まあ、またこういったビスポークを作りに来られるお客様ってやっぱりどうしても既製品ではうまくはまらないので、オーダーで作らないときちんとしたものにならないっていうことで来られる方も非常に多くありますが、まあ、やはりそのあたりの癖っていうのは本当に様々ですね。はい、その仮縫いを経た上でもう一度これ中縫いっていうんですかね。そうですね、はい、まあ、それがもうほぼほぼそのスーツ、まあ、出来上がりに近い形で上がってきて、再度フィッティングというか調整ですよね。そうです、はい、で、そこからもう完成に向けて、はい、まあ、作り上げていくというようになるんですよね。はいはい、結構そのまあね、今の話をお伺いするとこの結構なステップを踏んでやるので、やっぱまあ少し時間もね当然かかりますし、はい、いろいろその、まあ、なんていうんでしょう、生地選びとかデザイン選びも、なかなかこう、
あのね、慣れてる方だと何十個持ってるんで次はこれかなとかっていう方多いと思うんですけど、結構1着目とかって悩まれる方多いと思う。まあ確かに多いですね。そうですよね。もう絶対後悔したくないっていうことで、はい、気合い入って着てらっしゃるのもある、ね、はい、ビスポークの流れっていうのは、まあ、先ほども言いましたけども、かなり段階踏むのでね、ちょっとこう時間がかかったりとかいうところはあるんですけども、その分まあ、満足度も高いものになるでしょうし、まあ一回トライしてみる、ね、トライしてみたいと思う方もね、ぜひやっていただきたいなと、思いますので、ぜひ、ね、1月20日にですね、メンズ大阪のメインステージで、1週間ですね、マサルトリアラファリチットの平井さんをはじめとして、セミファビリティの、職人さんをお呼びして、ネットで開催しますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。